バイオハザード5は、カプコンにより開発及び発売された、プレイステーション3、Xbox 360用ゲームソフトであり、バイオハザードシリーズ第7作。2009年3月5日発売。Windows 版は2009年9月17日に発売。プレイステーション4 Xbox One 版は2016年6月28日、発売。 日本ゲーム大賞2009優秀賞を受賞。Nintendo Dark との映像内より E3 にて Nintendo Switch 版の体験版が公開出展されたとの情報を公開した。製品版は2019年の秋に発売予定と映像にて発表した。本編シリーズとしては2005年発売の前作バイオハザード4により約4年ぶり。プロデューサーが 4の小林博之から竹内淳が引き継ぎ、稲船刑事が監修した。この他に、バイオハザードや、バイオハザード2に関わった、阿部康博や内海秀明等も本作に参加している。また、制作には、アメリカ・ハリウッドのスタッフも携わっており、音楽収録は20世紀フォックスのスタジオで行い、武器の効果音は、サンディエゴで、本物の銃器を使って収録された。また、 竹内プロデューサーは5バイオシリーズの気象転結の点にあたる物語だと発言している。本作における時系列は前作4での事件から5年後の2009年3月に設定されている。舞台はアフリカのとある国の地区となっており、アフリカでの大規模なバイオハザードの収束のためにアフリカの地に降り立ったクリス・レッドフィールドと バイオテロを計画しているアルバート・ウェスカーとのシリーズを通しての長い因縁の決着とアフリカでのバイオハザードの裏で暗躍するアルバートとそれを解決しようと活躍するクリスの戦いが描かれている。0から4までは表記がバイオハザードと小文字表記だったが本作から再びバイオハザードと大文字表記に戻されている。実写映画版の監督を務めている。 ポール・ W ・エス・アンダーソンは映画バイオハザード・フォー・アフター・ライフの制作にあたって本作に強い影響を受けたと発言している。XBOX360 版のテレビ CM にはヌルミズ・ヨ一イチと栗山千明が出演。一方、プレイステーション3版の CM はゲームシーン中心の構成となっていた。2009年3月期の北米市場では Xbox 360版が93.8万本を売り上げ2008年6月のメタルギアソリッド4以来任天堂以外の日本メーカーが主要獲得した2020年12月31日の時点では全世界で780万本を出荷している Windows 版は当初より NVIDIA 社の 3D 映像システム 3D ビジョンを 前提に開発されており、初のネイティブ対応ゲームソフトとなる。3D 映像でプレイするには対応のビデオボードと 3D メガネ 120Hz 表示の液晶ディスプレイが必要。また、Windows 版のみの追加要素も存在する。2015年4月1日には Steam にて配信開始。すでに Windows 版を購入したユーザーは無償で入手可能。同時に、 後日のバイオハザードゴールタナティブエディション及びダウンロードコンテンツアントールドストーリーズバンドルも配信された。ただし、すでにサポートが終了した Windows XP が対応 OS から外されたほか、3D ビジョンも期待応となった。2016年のバイオハザードシリーズ20周年記念企画の4、6を現行期に移植するプロジェクトの一環として、 本作も6月1日に PlayStation 4及び Xbox One でダウンロード販売を開始。PS3 版及び Xbox 360版の 720p 画質から 1080p のフル HD 画質へと高解像度化と高フレームレート化が行われ、タイトルはバイオハザード5だが後日のオルタナティブエディションの追加要素のほとんどが収録されており、 ザ・マーセナリーズは無印版のザ・マーセナリーズとオルタナティブエディションで追加のザ・マーセナリーズ・リユニオンを一つのモードに統合して再構成したザ・マーセナリーズ・ユナイテッドが収録されている。同年12月1日にはパッケージ版の販売も開始された。アメリカ中西部の町ラクーンシティで1998年に発生したバイオハザード・アンブレラ事件から11年後、 2005年に豪華客船クイーン・ゼノビアが幽霊船さながらの状態で発見されたことをきっかけに2004年に発生したバイオテロ事件テラグリジアパニックの隠された真相が明らかとなったクイーン・ゼノビア事件から4年後の2009年アンブレラ事件の元凶たる巨大製薬企業アンブレラが崩壊した影響でその支柱にあった生物兵器は世界中にルフされ テロリストなどの手に渡り、紛争地域で悪用されていた。人々が恐怖する中で、各国はテロの封じ込めを図るためにアンブレラを倒した施設隊、バイオテロ部隊を国連直轄の組織、ブザとして再編する。そのエージェントの一人、クリス・レッドフィールドは、アフリカ西部のマチキジュジュ自地区を訪れていた。この地で、生物兵器の闇取引があるとの情報を入手し、 その密売人の身柄を拘束するためである。多くの仲間を失いながら戦い続け、しかし終わりの兆しを見せぬバイオテロの脅威に、クリスは、この世界は命をかけてまで守る価値があるのだろうか。と、心の中で自問し続けながら、それでも任務を遂行するため、そしてある噂の真偽を確かめるため、現地で合流したパートナー、シェバ・アローマと共に行動を開始する。 ところが、キジュジュジ地区の住民たちは密売人、リカルド・アービングが拡散させた、生物兵器プラーガに汚染され、マジニと呼ばれる怪物と化していた。ブザ部隊が行動を開始すると同時に、凶暴な本性を表して襲いかかり、決死の追跡も虚しく、アービングは仮面を被った謎の人物の手引きによって、逃亡、ブザ部隊も大型生物兵器の手にかかり隊長の、 ジョッシュストーンを残して全滅してしまう。もはや撤退すべき状況でありながら、舞台から託された情報からクリスは、アフリカを訪れた、もう一つの目的、3年前に死亡したはずの相棒、ジル・バレンタイン生存の噂が真であると悟り、一人でも、アービングを追跡する決意を見せる。シェバも仲間の敵を撃つために同行し、追い詰められて自ら、 プラーガを用いて怪物化したアービングを撃破。死の間際に、アービングが口にした、製薬会社とライセルアフリカ支部の女社長、エクセラギオネの名と、世界のバランスを変えるという、ウロボロス計画、そしてこの先に、答えがある、との言葉を手がかりに、クリスとシェーバは本部へ報告に向かう女子と別れて、事件の調査を続ける。次に訪れた、洞窟内の巨大遺跡で、 遺跡を守護する、ディパヤ族の真ニを退けながら、奥へと進み、そこで、すべてのアンブレラ社製のウイルス兵器の元となった、ヒソゲと呼ばれる花、太陽の階段と、遺棄されたアンブレラの研究所、さらに、トライセル社が建設した、巨大研究所を発見し、一連の事件が、アンブレラの研究を受け継いだ、トライセルの大規模な組織犯罪であることが発覚する。研究所内の、 武装したマジニたちとの銃撃戦をくぐり抜けた先の最深部には、エクセラと数年前に死亡したはずの宿敵アルバートウェスカー、そして謎の仮面の人物、エクセラとウェスカーに薬物を投与され、操り人形を溶かしたジルがいた。ウロボロス計画を実行するため、エクセラとウェスカーはジルを残してその場を後にする。操られ、殺意を剥き出しにして、襲い来るジルを、 クリスとシェバは二人がかりで取り押さえ、どうにか正気を取り戻させることに成功。ついにクリスは、ジルとの再会を果たす。ウロボロス計画を阻止するため、疲弊したジルをその場に残してクリスとシェバは、エクセラとエスカーの追跡を再開。武装兵マジニアステゴマとされて怪物化したエクセラを、倒しウエスカーに追いすがるが、ウイルスによって、超人と化した。 ウェスカーの圧倒的な力に瞬く間に窮地に追い込まれる。しかしジルから伝えられた弱点をついて、ウェスカーを弱体化させることに成功し、ウロボロスウイルスを散布させるための爆撃機もかろうじて、撃墜に成功。ウロボロス計画は完全に失敗する。そして、自らウロボロスウイルスを取り込んで怪物化した、ウェスカーを死闘の末に完全に倒し、落運してから始まった。 ウェスカートの因縁に、ついに決着をつける。帰還途中のヘリコプターの中で、クリスは再び、この世界は、命をかけてまで守る価値があるのだろうか、と、心の中で自問する。仲間たちが返してくれる、微笑みの中に、クリスは問いへの答えを見出していた。基本的に、前作、4と同様で、ビハインドカメラによる TPS のゲーム構成になっている。また、 単独行動が主だった前作とは違い、クリスとシェバが常に二人一組で行動する。そのため、今作では味方を助けるアクションなど、お互いの協力が必要な状況を迎えることも多い。そのシステムはバイオハザード例に似ているが、本作では途中でのプレイヤーキャラクター交代はできず、ゲーム開始時に選んだ、プレイヤーキャラクターで進行する。 ステージからステージに移るまでのローディング時間の合間に、これまでの数々のバイオハザードに関する出来事や、一での事件以前のアンブレラ創立前からの出来事が、時系列に沿って表記されており、このローディングの合間の表記方式は、後のバイオハザード6にも継承されている。今作に登場するクリーチャーは、ほとんどが、ウェスカーが過去のバイオハザード事件で入手した。 BOW や突然変異生物のデータをもとにトライセルの研究所で生み出されたものである。そのため過去作に登場したクリーチャーの特徴を色濃く残しつつもより兵器として高度に調整されたものとなっている。過去にアンブレラ社が生み出したクリーチャーは元となる生物の特徴や能力を極端に肥大化させたタイプと 別々の生物の特徴を合成させたタイプに2分される。ウェスカーがヒソウイルスをベースに作り上げたウロボロスウイルスに感染して生まれたクリーチャー。世界のバランスを変えるというウロボロス計画の要であり、事実上プラーガよりもこのウロボロスこそが作中で重要なキーワードとなっている。ウイルスに感染し遺伝子が適合しなかったものは全身をウイルスに 虫歯まれ異形の怪物となり果ててしまうが、見事適合したものは、自我と人間の姿を保ったまま超人的な肉体を持つ新人類へと進化することができる。エクセラ曰く人間の進化を助ける賢者の意志だが、作中で自我を失わずその力を行使できたのは、ウェスカーのみである。4と違って、ゲーム独自の名称ではなく、モデルとなった武器の名称をそのまま用いている。 使用弾薬のカテゴリごとに分類。今作は同じ名前の武器を複数所持することができない。今作は身長でリーチに差がある。ウロボロスアヘリ戦ではコアに対して10.0倍のダメージを与えられる。今作では評価に命中率があるため使い勝手があまり良くない。なお、前述の通り本作ではマシンガンとアサルトライフルの弾薬はすべて共通である。 この他にムービーのみではあるが、デルタチーム隊員が狙撃仕様に改造したシグ SG556 を使用している場面がある。装填速度をフル改造すると暇なく連射できるほどリロードが速くなる。以下のものが存在。2種を重ね着することは可能だが、同じものはできない。また、半ビーに乗っている時は効果を発揮しない模様。前作と異なり。 アイテム欄を消費して所持しないと効果を得られない。通常コスチュームの時に装備すると、グラフィックが変化する。今作の回復アイテムは、卵を除いてクリスとシェバが近くにいる場合、両者に効果が及ぶようになっている。東京ゲームショー2009にて、バイオハザードオルタナティブエディションを開発していることが発表された。プレイステーション3向けに2010年2月18日。 発売。エピソードコンテンツは追加され、希望小売価格は4990円。Xbox 360版や旧バージョンのバイオハザード5購入者は、これらの追加要素を有償ダウンロードすることができる。オリジナル版に収録されていた映像特典、バイオハザード5メイキング映像及び、バイオハザード、ディジェネレーション予告編は含まれていない。日本国外では、 レジデントエビルもゴールドエディションというタイトルで発売。日本国外では XBOX360 版でもゴールドエディションが発売されているが、プレイステーション3版と違いディスクに追加コンテンツは収録されておらず、代わりにダウンロードコンテンツを無料でダウンロードできるシリアルコードが同行されている。2015年4月1日には Windows 版が Steam にて、 オリジナル版と同時に配信されたほか、オリジナル版向けに追加ダウンロードコンテンツ、アントールドストーリーズバンドルも配信された。価格は、オルタナティブエディションが2990円、アントールドストーリーズバンドルが1490円。本バージョンのみの要素として2010年春、発売予定だったプレイステーションムーブに対応する予定であったが、 ムーブの発売延期に伴い対応が先送りになった。2010年9月14日のアップデートにより対応し、ムーブが接続されていない状態でも起動時にムーブの使用時の注意書きが表示されるようになった。本作は E32007 にて公開されたトレーラーにて白人の主人公がアフリカの小村にて黒人の敵たちを殺しているのを描いていると非難された。 ニュースウィークのウガイクロールは予告であると認めたものの、トレーラーには古典的な人種差別と多く符合するものがあったと評した。2008年5月31日に公開された第2のトレーラーでは敵がより人種的多様になったのと主人公をサポートするハーフアフリカンのシェーバーが登場するのが明らかになった。竹内淳は今回の問題が 本作の内容に影響することを否定し、論争に驚いたと発言した。また MTV のインタビューでは、カプコンのスタッフは人種的に多様であり、問題のトレーラーは異なる文化では違う受け取り方をされたかもしれないと認めた。コンピュータービデオゲームズにて、川田正夫も問題について、私たちは全ての人々を喜ばせることはできない。私たちは、 エンターテインメントビジネスをしており、政治的見解などを述べているのではない。そう取られたのなら、残念だ。と発言した。ありがとうございます。